菅沼極水教法2年7月20日は、大見国ゼゼ出身の武士、廃人、または、極水とも。本名は、菅沼定城。通称は、激、別号は、馬差し道。菅沼城長の子で、徳川家康に従った、菅沼忠枝の彦にあたる。ゼゼ藩では、中老という住職につき、また大見における、松尾芭蕉の門人グループ。 大見正門の重鎮として、馬所を経済的にもサポートした。江戸財布中に馬所の門人となる。馬所が初対面での印象を、ただ者にひずと感じたとされる。また、後年の著書、厳重暗記に、有志曲水との記述を残しているように、精廉な人柄であったようである。奥の細道の旅を終えた馬所は、元禄三年、大見前を初めて訪れた。 その際に秘書地の住みとして、おじである、菅沼忠七の別荘を手入れし提供したのが、厳重案である。場所はここに4月から7月までの間滞在し、石山の奥、岩間の後ろに山あり、国分山というとの書き出しで有名な、厳重案記を表す。教法2年、不正を働く家老、蘇我県太夫を槍で一月にして殺害し、自らも、その際に切腹した。 墓所は吉中寺にある。ありがとうございます。